日本の常識が通用しない外国人観光客富士山弾丸登山先日富士山の9合目付近で120人もの国籍不明の集団が野宿している姿が目撃されました彼らはご来光を目当てに弾丸登山を強行したとみられますこの事態を受け山梨県は登山規制の強化を検討この集団はアルミ製の保温シートにくるまったり何もかぶらずに体を丸めて横たわったりしていました彼らが山小屋の予約をしていないことから初めから野宿する予定だったと考えられますこれに対し現地の万年雪山荘代表は迷惑であるだけでなく 当人たちにも危険が及ぶと懸念を、さらに、富士宮口ガイド組合代表によると、彼らはご来光を見るために深夜に時間調整をしていたとのこと。しかし、山の天気は変わりやすく、撮影時も雷が映っていることから、落雷の危険性も。最低気温が2.8という厳しい環境では、低体温症になるリスクも高く、大城和江国際山岳医も最悪の場合は命を落とす可能性があると警告。多くの外国人観光客は、富士山登山の危険性や、 適切な準備についての情報を十分に理解していない場合が多いのです。さらに、観光客をあおるようなサイトや SNS の影響も。山梨県では、今年から5合目の登山道のゲートを午後4時に閉鎖、それでもこのような事態が発生しています。山梨県知事は、山小屋の予約もない中、午後4時に来て頂上まで行って戻ってくることは弾丸登山になるとし、準備不足の人々の通行を断るような条例の必要性を示唆。富士山にブラックなイメージがつかないように願っています。フォローチャンネル登録よろしくね。